愛用医師の福利厚生施設でのフロント業務のお仕事が出てまいりました。産休代替のお仕事で、令和5年9月までのお仕事だとなっております。時給は1100円からになっております。勤務時間は8時から5時がメインとなっております。たまに10時から19時のシフト勤務 の、お仕事もございます。休日はシフトに準じまして、月から日曜日の週休2日、完全週休2日制となっております。仕事内容は主に来客予約受付、売上金の入力等になっております。大手企業での福利厚生施設のフロント業務になっておりますので、基本お客様は関係会社の取引先となっておりますので、一般のお客様と関わることはございません。週に1回ほど銀行にて売上金の振り込みなどもありますので、社用車の AT 限定を使用することがございます。求める人材とおすすめポイントです。冒頭述べたように、今回は産休代替のお仕事となっております。現在18歳から59歳の女性が活躍しております。学歴、資格、経験等一切不満でございます。来客対応がメインとなってきておりますので、元気で明るい接客ができる方が求められております。ワードエクセルに関しましては、エクセルでサム関数というものが分かる方でありましたら、特に無駄ないかと思っております。普通自動車の免許も必須となっておりますので、よろしくお願いいたします。この求人にご興味の方は、ハートネクスト辰野営業所0791-72-9525、0791-72-9525までお問い合わせください。ホームページでも随時求人を更新しております。よろしくお願いいたします。